はいどうも、進むの在庫ありません、ミストです。はい、本日はですね、14時にマスカマスカのガチャ更新がありまして、こちらの野球マスクデビューループガチャが来たということでですね、こちらをワンループ回しつつ、動画の後半ではね、イベントでも来ました、進むくんが主人公のタイムノックアウトイベントやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずね、早速ガチャの詳細から見ていきましょう。ループガチャで良かったですね。はい、初回がパソ30個で、エサレジョのビキャラが1枚確定、おまけで覚醒の鍵10個とチャリン10万枚かな。で、2回目パソ40個で PR 以上の野球マスクが1枚確定と、で、おまけで投手の刻印50個、チャリンがまた10万枚プレゼントと。で、3回目が野球マスク 20% の確率で PSR、80% の確率で SR 登場ということで、おまけで金のきらめきとチャリン10万枚がもらえますといった感じのガチャになってます。で、気になる野球マスクの性能なんですが、変化打撃の前目のキャラですね。で、金徳、投手ならハイスピンジャイロ、および速球プライド、または闘魂。野手なら逆襲およびアイコンタクト、またはカンパということでですね。なんかもう、王子再起が合体した感じですね。王子再起の金徳は野手の場合はね。で、投手の場合はハイスピンジャイロと速球プライドということで、まあ、筋力過多になりやすいね、花丸高校ではかなり相性いいんじゃないかなと思ってます。まあ、投手、野手両方で使える活躍が期待できるキャラと思いますんで、まあ、今後の環境にどう適応していくかってところは注目ですね。で、上限がミートとコントロール上限アップ持ちですね。はい。で、覚醒で、ミート上限プラス4。で、得意練習アップがプラス 20% かな、持ってますんでね。まあ、進むくんの覚醒はかなり強力ということで、このキャラ今後どうなるか、かなり楽しみでございます。で、出現割合が、はい、ニューサーで 25% ということで、まあ、ここは控えめかな。ということでね、前置き長くなりましたが、引いていきましょう。ガチャります。いやー、ちょっとワンループで、射抜いてほしいんだけど、たまには。ループガチャで、ワンループで PSR 引けたことないですね、今まで。お、2枚出ました。さあ、サイガ、アオバ。サイガ、アオバということで。はい、R は出ましたと。まあ、SR 以上出てから、まあ、テーブルとは見ていこうかな。いやー、進むくん、これ以上別場来るとはね、思ってなかったですね。ちょっと、全然在庫がはっきり言ってないんですけど。うん、黄色い。さてさて、まあ、ワールド進むを食わせるのは、まあ、絶対にやめた方が良さそうなので、まあ、今後また出てきたね、ガチャの副産物とか、ガチャ券とかで、ちまちま解放していこうかなと思っております。はい。まあ、すぐ50にするようなことは、おそらくないかなと思ってますね。はい。まあ、ガチャ券は8月9日までと長いので、まあ、新高校の情報とかさすがに出るでしょう。さあ、20% チャレンジいきましょう。なあ、もうこのグググ演出やめてほしいんだよな。もうこの時点でさ、出ないって分かっちゃうからさ、もうちょっとワクワクさせてほしいよね。はい、ということでね、SR の野球マスクが出ましたということで、能力、タイピンリリース。はい、これ、あれかな？進むじゃないや。守ると一緒かな？通常バージョンの。はい、すごいっすね。で、野手能力が、キャッチャー、阿部比、パワー比逆境ということで、まあ、進むくんより若干強くなったって感じかな。広角打法はないんですけど、パワーヒット逆境が増えましたね。はい。で、テーブルなんですが、技術バランス6持ってて、ミートコントロール上限アップ落ちる、初期評価高いですね。で、固有で、技術バランスと、イベント発生率アップなんだとマジか。イベント発生率アップってこれあれじゃない？パワニャン以来じゃない？確か、パワニャンって確か、こんな、こういうボーナスを持ってたと思うんですよね。で、練習効果 15% ということで、おそらく、まあそういうことですよね。で、レベル40で得意練習アップが 30%、タックマスが45で 90% ということで、まあ覚醒と合わせたら得意練習アップが 50%。で、ミート上限がプラス6になるっていう感じかな。で、50練習効果 30% っていう感じですね。はい。いやー、このテーブルはかなり強いからね、ちょっと、どうなるかっていう感じですが、はい。野球に魂を打った男、野球マスク3丁、高速球とスライダーを武器に打者を華麗に打ち取るぞ。ちなみに正体は怒り進むと、普通にネタバレするんだ。はい、っていう感じですね。
はいはいはい、もう一枚。おお、まあまあ旧キャラコンビということでね、グッサンも別バージョンこの流れだと来るかもしんないからね。帝王山口は、帝王山口って来てないのか、これただ山口だもんね。あの山口帝王出身だからどうなんだろう山口帽子なし、山口これ以上はないか。帝王ミゾットスポーツ山口とか、うん、まあ、ちょっとわかんないですけどね。はい、ということで、まあ、PSR は弾けなかったんですけども、イベントの方ちょっとやっていこうかなと思っております。でその前にこのタイムラックアウトイベント恒例のこちらですね、パワフルマスク SR 選択ガチャ券、これね毎度おなじみ豪華なんですが、前回はサンタサラヤミがね、取れたということでもう45確定できたんですよね。で今回はどうなのかと言いますと、取れるキャラパピオン、降臨地谷、シュラキバ、野球マン1号葵、碇守る、そしてアフロ碇ということで、今回はまあ即戦力キャラはぶっちゃけいないかなといった感じですね。ただ別バーにめちゃくちゃなりそうなキャラがいます。まずは虹谷、そして木場、あとはまあ葵ちゃん守るもなんとも言えないよね、来るかもしれないよね、うん、ということで、まあ、木場はまあ、アニメも放送されましたし、なんかそのアニメバージョンで来る気がします。で虹谷は覚醒したんで、その流れで、まあ、8月頭とかに来てもおかしくないかなといった感じですね。はい、なので、まあ、もらっても今すぐ使わないようにしましょう。絶対に取っておいてくださいくらいかな。まあ、やっていきましょう。なんか詳細見ていくより実際にプレイした方がね分かりやすいと思うんで、さあマップ行きましょう。戦線離脱、はい、これは、あ、一応読もうか。はい、僕が取れるようになりますと、あ、これちょっと見たいな、ちゃんと読みたいですね。あ、怪我しちゃった。はい、かなり時間かかると。夏の大会諦めなさい、残酷な、誰その怪我直したのか。おお笑、すげえ、これなんかね、おもろい若さよみたいな。うわーすげえこれ、原作再現なのかな。この頃のパワーポケ私やってないから分かんないんだよね。始まったということで、ガンガン進めてってね、まあ、ゴールを目指すといった感じでございます。ね、あの好きなところ選べるんですが、どうしようかな。まあステージ1だから苦戦しないと思うんで、まあちょっと楽していこうかな。でアイテムを買うことによって相手に当たるダメージとかが増えたりするんですよね。で能力値も今は控えめなんですけども、まあ、どんどん強くなっていくと。リレーで10ポイント、まあホームラン打った方が、余ダメージは来ると思うんですが、この能力でホームランはかなりきそうですね。で打点も、ダメージに加わりますと。はい、ノックアウトっていう感じでどんどん進めていきます。はい、で倒した後にこうやって、ね、好きなものを取ることができます。どうしようかな、まあ、時間はいらないかな。あー、ミントちょっと低かったね、ミントもらおうか、これでいこう。でハテナマス行ってみましょうか。タイム100、ちょっとこちらの本お読もうぜ。金徳でしょう、外学したらいいでしょう、いいでしょうってなんでいいですね。でショップに行くとまた強化ができますと。まあ金はガンガン使ってっていいと思うんだよな。まあ安いんでパワー買って、うん、あでも独身使えばよかったかな。あでも買えなかったか、いいやこれで。なんで一発持ってんの？あ、そっか、一発最初から持ってんのか。で、ボスですね。これ黒金じゃね？お、パピオン。パピオン、ちょっと変化球投げてこられたら嫌ですね。しかも絶好調だし。弱点、ホームラン以外。じゃあ、これもうミート落ちていいんじゃない？
うわ、いてぇ。そう、これね、アウトになるとタイムが減ってしまいます。うわ、結構きついぞこれ。普通にきついわ。なんかさ、阿部比がちょっとよからぬ方向に働いてない？やっぱ男は黙って、ちょっとやばい、普通に負ける。やばい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 。やべ、もう打ち損じできないな。ドロップカーブでしょこれ。あぶねえ紙一重。あと2本。危な、今の軌道もちょっと怖かったっすね。あっ、ちょっと待って、ファールはねセーフなんですけど、時間は止まらないと。危な、これ結構初心者の方難しいと思いますね。こんなちっちゃいミートでボス戦はね。なんでまあ倒した後のねスキルとか、まあ、ショップでどんどん、ね、強くしていく必要がありますと。ケーマネー、金もいらんとマスクを強奪していくスタイルね。カカシ先生かお前。はいっていう感じですね。で、スキンジャー毎日増えていくのかな。で、パワフルマスクエーサルさんたち券プレゼントと。ありがとうございました。OK です。で、グレードが上がると、初期チャンネル上がっていくって感じです。あ、ステージにできるんだ。もうすぐできるっぽいですね。おお、じゃあもうガンガンクリアできるじゃん。到達報酬がこんな感じですね。グレードでも選択ガチャ券取れますと。天才も取れて、あとは、めぼしいものはないかな。うん。エサルスガチャ券とか欲しかったけどね。で、ステージクリア報酬がもうこんな感じで、パワフルマスク、エサルスガチャ券5枚もらえますんで、これでまあ、エサルプラグは絶対に作れるといった感じですね。はい。なので、まあ、絶対にね、この報酬だけはね、全部取るようにしましょう。ランキング報酬とかは特にないので、はい。まあ、気軽にプレイしていくのがいいんじゃないかなと思っております。はい、といった感じでね、今回の動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。では失礼します。 See you。